ですね、かき味のリベンジしたいと思います。はい、ね、かき味はね、これ横から切るのがいいんでしょ、こういうのが。あら、これダメかもしれない、玉ねぎこういう切り方だっけか。まあ、ちょっと4分の1になってるからかね。まあいいわ、ここにね、入れていきます。丸くなんなきゃいけないなんてルールないもんな、多いかな。みょうが切ります。ちょっと小さいんだけど、今日は切れ具合良くないな、くっついてる感じがする。ネギもね、なんか伸びてきちゃって、こんなのなかったんです最初。横からね、こんな伸びてるのなんてなかったんだよな、これ。ちっちゃいのが生えてきちゃった。ずいぶん置いてるよね。これ、こんだけ生えるってことは。もうほとんどね、表面の皮っていうのはもう、干からびてたもん。食べないでね、置いとくこと多いからね。だったら切ってあるやつね、100円ぐらいの。あれ買った方がいいかなって。もしくはあの、冷凍のやつね。ネギ食べちゃった。かき揚げにピーマン入れます。よし、はい、揚げていこうと思います。これね、でこれ買いましたよ、長い菜箸買った。今度は大丈夫でしょう。もう早くやんないとダメなのか、これ。もうちょっと。これで、ぐるぐるって、あ、できねえ。またできねえじゃねえかよ。ぐるぐるって、すぐやんなきゃダメだな。暑いな、やっぱり。何回やっても無理。あっち。これで外していきます。ぐるぐるが難しいね。逆にした方がやっぱりいいんだよね、一回ぐらいは。なあ、できねえんだけどさ。水分が飛ぶもんね、これの方が。押さえていきます、ホールしていきます。あとのおばちゃんより下手。はい、できました。これでいいでしょうね、こんな感じで、できました。お酒の方はですね、和赤ね、これはですね、珍しいんですよ。あの、日桜でやってますね、ビールメーカーじゃないので。ペールエール、麦芽ホップですね、原材料。アルコール分 6%、 高いですね。ペールエールはだいたい高いのが多いかな。IPA か、高いのは。和の色取りは茜、大麦麦芽にカラメル麦芽を加え、京都伏見の水で作りました。ザーツホップとカスケードホップをふんだんに使用した、ほのかな甘みと苦みのバランスが特徴。グラスに注げば光を浴びて茜色に輝き渡る和茜ペールエールです、ということですね。はい、飲んでみます。はい、よいしょ。泡ばっかり。はい、乾杯。ああ、柑橘系ですね。うん、甘い感じで、コクが半端ないですね。この季節のものじゃないな。うん、うまいけど。アルコール分も高い、コクも
高い苦味もあって程よい甘み、全部いいですけどね、夏に飲むものではないわ。はい、いただいてみます。いただきます。うん、だしがいいね。白だし、これ使ってます。白だしはね、これ結構いけます。これかき揚げ、うん、いいと思います。あのサクッと揚がってます。コメントね、コメント読んでみます。前回、スキレット使わないの、スキレットですか。使いたいですけどね、温度調節が難しいんですよね、あれはね。大雑把な料理には合ってますけど、繊細な料理には難しい、それは言えますね。あとね、コンビニのいいところかな、一人分のあの料理とかあるっていう、ありましたね、そんなベーコンとかハムとかね、それはいいよね。うん、だってあのたくさん買ってもさ、使い切れないってことよくありますからね。それはいいと思います。かき揚げ美味しかったです。当たりです。